いや今日も、山の方に来てますね。ちょっとですね、今日は出るのがですねちょっと遅くなったのと、荷物の量が半端ないんで、一番、行きやすいこの辺りは行きやすい山に行ってから行こうかなと思ってます。はい、皆さんおはようございます。池田です。今日は4日目です。4日目、自転車山通勤真夏のですね、ついに4日目になりました。で、今日はですね、こんな感じで見えるかな、荷物が結構あるので、用意してたらですね、ちょっと時間が迫ってきてですね、あんまりこう遠いとこ行けないなと思って、近くの、ちょっとした山があるんですけど、そこに行こうかなと思って来てます。で、今日のですね、暑さ対策なんですけど、これをちょっと試してみようかなと、手拭いですね、手拭いを水で濡らしたものです。先日サイクリングで川遊びに行ってきたんですけど、その時にですね、手拭い持っていて、こう首に巻いてたら非常に涼しかったんで、それをですね、通勤でもやってみようかなと思って、今回手拭いを巻いてます。で、この速乾性のシャツですね、今回はあのパタゴニアのキャプリーンっていうやつなんですけど、これをちょっと今回は着てみて、すぐこう乾くように、してるという感じです。はい、で、汗をかいてもあまり染み込まないタイプですね。速乾性は多分ないと思うんですけど、サイクルキャップ、ナイロン製のサイクルキャップ、これを今回は、被ってきたという感じです。で、自転車には、ちょっと映しましょう。こんな感じで、いつも通り、水筒に水入れて、バッグ入れてという感じでございます。はい、そうで、僕ですね、最近革サドルにカバーかけてるんですけど、晴れてるのにカバーかけてる理由があってですね、川遊びした時にこう川に入るわけなんですけども、そのまま自転車乗ってまた走り始めるんで、びしゃびしゃなんですよ、パンツが。なんでそれで革が傷まないようにと思って、革サドルに、カバーかけながら最近走ってます。はい、ではですね、今日も自転車山通勤、こっちかな、行ってみます。はい、スタートしました。ここはですね、以前友人とハンモックやったりコーヒー飲んだりしに来た、カイロ山っていう山ですね。これの、ずっと奥まで行くと、すごいコンパクトな山なんですけども、ちょっとした本当にちょっとしたアウトドアとか公園には非常にいいかなと。で、セミがやっぱりここ山だけあって多いですね。声がすごい入る。よいしょよいしょよいしょ。で、今日は登山します。イノシシ出没にご注意くださいだそうです。こんなところに出るんですね、イノシシが。ということで、今日は遠くまで行けないので、近くの山をですね、一回登ってから景色を眺めて、で、行くという感じにしようかなと思ってます。さっきから歩いてると体中にクモの巣が引っかかってきて、ちょっと難儀してます。はい、ひとまずですね、今階段を登ってるわけなんですけども、水筒を持ってきました。ちょっと山頂で飲もうと思って、一応持ってきてます。これで一番上まで、行ってみようかなと思ってます。でも、こうやって朝山を歩くっていうのも一つの楽しみ方かもしれないですね。おっと、こっちの面白い道行ってみます。はい、林道潜入、朝の探検。今日はですね、実は急いでたこともあって、虫除けを忘れたんですよね。だからですね、こう止まるとすぐやられてしまうと、川とかですね、なんかいろいろなやつにやられてしまうので、今日は止まらず、あ、アブがいましたね今、止まらずにちゃっちゃっちゃっと行くと
ちゃっちゃっちゃだ。はい、着きました。ここが山頂でございます。あたた、荷物が引っかかりましたね。よいしょよいしょよいしょ。はい、山頂マーク、ここが、今回の山頂。早いな、めっちゃ早い。もう着いた。なかなか、最近気づいたんですけどね、朝やっぱりちょっと運動すると、心地が良いですね。はい、景色を見るとなんか一日が2回あるような感じがします。朝遊んで、遊んでじゃない通勤でちょっと違う風景を楽しんで、で行くと、そんならまた普通の一日が待ってるという感じで、そんな感じがしました。虫除けをしないときに気づいたんですけど、今こう直射日光がですね、こうブワーッと当たってるんですけど、こういう暑い場所って蚊が来ないですね。暑すぎてもやってられないんじゃないですかね、蚊もヤブ蚊も。さっき林の中におったときはすごい蚊が来て、こう刺そうとしてたんですけど、ここに来るとですね、意外と来ないですね。もう無防備でかかってるんですけど来ない。不思議なもんですね。やっぱり川も暑いからこう木陰に行きたくなるんかなと、そう思います。で、さすがに山頂まで来ると、まあ距離は短いんですけど、ちょっと汗をかいてきました。で、この手ぬぐいがですね、意外と、役に立ってて、こう持ってですね、さっさっさっとやるじゃないですか。で、こう巻くとめっちゃ冷たいんですよ、これだけで。すごいこう体温で暖かくなってきて、手ぬぐいがこうぬるーくなって感じなくなってきたら、こうやって持って、この濡れた手ぬぐいをこう振るだけで、すごいヒヤッとしたタオルに、手ぬぐいになるというのをですね、さっき気づきました。はい、なんで1回だけじゃなくて、1回もう濡れとったら乾ききるまでずっと使えるなと、ヒヤッとさせるのに使えるなと、思いましたね。はい、以上ちなみにこれが僕の通勤バッグ、フレイトバゲージのメッセンジャーバッグなんですけど、大きさがまあこれぐらい。このカンティーンがだいたい500ミリペットボトルぐらいなので、まあ8リットルぐらいは入りますね。2リットルのペットボトルがまあ4本ずつぐらいは軽く入るというやつです。こんな感じで、中を開けるとこうパカって上がこう開いてるような状態になってて、でこれがですね、防水なんですよ。防水、この裏生地が防水なので、雨が降ってもまあ中は濡れませんよっていう、バッグになります。フレイトバゲージってこれ電車のマークなんですけど、今もうなかなか欲しくてもですね、手に入らなくて、僕本当もう一個欲しいんですけど、売ってるところがなくてですね、ちょっと困ってるという感じですね。で、すごい頑丈なのが面白くて、これがシートベルトなんですよまあそれは頑丈やなと。シートベルトに、裏にこうクッションがついてるというようなバッグになってます。で、これが僕のお気に入りのスマホホルダーで、これ中に入れてこれをビュッと引っ張ると、スマホが中からホロッと出てくるやつですね。で、入れるとこの下にロープがあって、これがスススッと、奥に入っていくという、よいしょ、そういう感じ。なかなか僕すごい好きで、ずっと愛用してるベルダムですね。はい、これが僕の通勤バッグです。よいしょ。引っ越しとかも全部これで、やったり、大型の旅行もこれで行ったり、ただのメッセンジャーバッグとしてじゃなくて旅行バッグとしても、使っているというやつですね。はい、以上、通勤バッグの紹介でした。山頂から少し降りたところにあるのが東屋なんですけど、東屋っていうのは休憩するちょっと屋根がある場所ですね。よいしょ、そこにちょっと行ってみようと。こういうやつを東屋っていうんですけど、結構こう
自転車でサイクリングに行ったりするとこういう場所で休憩したりするんですが、こういう形ですね、日陰になっててこうテーブルがあって、ここでこうお弁当を食べたり、雨の日はですねこの下で、カッパー着替えたりなんじゃりしたり休憩したりと、いうような形です。いいですね。僕は東屋好きなんで、いろんな東屋を見るのがちょっとした趣味やったりしますね。はい、抜けていきます。どんどん抜けていきます。また林道で帰ります。実はこの山、こっちは崖になっててですね、意外と急斜面の尾根に、このやってきた道があるという具合の山です。で、初心者、今から登山をみたいな方が来てたり、運動で毎日登ってるおじいさんがいたり、そういう生活の、一種の場所になっている山でもあるという感じですね。よいしょ、よいしょ。で、今からこの階段を下って降りていくと。もうかなりもう整備されているので、誰でも、ちっちゃい子でも来やすそうな、そういう山になってます。いや、家の近くにこういうのがあるって最高ですよね。僕、ちっちゃい頃あったらもう毎日来てたな。はい、では降りまーす。やっぱりこの場所は、うおおおおうわ、びっくりした。セミかなんかガーが飛んできました。はぁ、びっくりした。これ何言おうとしたか忘れた。これ、何言おうとしたっけ。あ、そう、この道はやっぱり、止まると蚊に刺されます。はい、この木陰に入るともうそれがもう躊躇に分かると、いうところです。では、帰る方向に見ていきます。はい、ということで今回は自転車山通勤4回目ですね、に行ってきました。で、行ってきましたというか今行ってる最中ですね。で、今4回目にして思ったんですけど、最初1回目の時にちょっとした山から始めた方が良かったですね。徐々に徐々にこうちょっと遠くに遠くにって やってた方がまだ、楽やったかなと思いました。で、今日ですねかぶってきたこの、帽子なんですけど、これ実は通気性そんなにガンガン通気するっていうわけじゃないんですけど、意外とこの脱ぐとですね、脱いでかぶってを、まあ、回数を増やせば意外と通気性ないやつでもまあ、ええんやなと思いました。頭が蒸れるかなと思ったんですけど、意外とこう蒸れをですねさっさっさっと取ってあげると非常に、まあ、普通に快適に使えたなと、今思ってます。はい、ということで今回は、4回目ですね、ついにここまで来ました。次は、5回目になります。5回目、さあ、連続5回、自転車山通勤の先に見えてくるものは一体何なんでしょうか。では、今日はこの辺りで終わります。どうもご視聴ありがとうございました。